こんにちは、ハイジーです、ただいま夜中の2時でございまして、作業も一段落して録画しておいたドラマを見ながら夜食でも食べようかななんて思っていたんですが、こんな時間にですよ、吉本の方からメールが来まして、明日の朝からの仕事があります、夜までどうのこうのっていうのが来まして、仕事だからありがたいんですけど直前すぎるでしょっていうのプラス、明日は昼間に動画を撮ろうと思ってスケジュール組んでたのに、それ無理になっちゃうじゃん。どうすんのよ。じゃあ今から食べようと思ってたこれを動画にするしかないじゃんのコーナーでございます。というわけで、本当に普通に食べようと思ってたものなんですけど、こちらでございます。ででーん、セブンイレブンさんの10品目の塩ちゃんこ鍋、430円でございまして、単純に野菜とか豆腐とか食べつつ体も温まる感じでいいかなと思って買ったやつでございまして、これに対して特別なアレンジを加えようとかそういう気持ちももちろんございませんでしたし、普通に食べてどんな感じだったのか普通にお伝えできればなと思いますよ。ではとりあえず開けていきましょうかね。と、結構なんか具沢山な感じしますよね。で、これは何、この作り方がお肉の後ろに書いてあるんだけど、これはどうなってんのかな。となんか豚バラ肉もあんのかな。スープも取り出すんだね。ここのスペースにお肉を入れるみたいです。そんでスープを鍋に入れると、これで火にかけるだけみたいですね。簡単です。グツグツ煮立ってますが、はい、完成です。あい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 とあいと、本当にパンチが効いてるとかでもなく、普通のあっさり塩スープとかいう感じでしょうね。お肉もえらいもんで、ちゃんとこのように火が通ってる感じでございますね。すげえ具沢山って思ってたけど、煮込んでみたら足りるかなっていうくらいの量にはなってる気がします。とりあえず食べてみましょう。いただきます。まずは白菜とえのきだけからいただきましょう。あの味ね、もう皆さんご存知のあの味、思ってた想像の味と全く一緒って言うんでしょうかね。それ以上でもそれ以下でもないという、もう求めていたあの味をそのまま食べられたっていう、すごく納得感に満ち溢れていますね。鶏肉さんの方も食べていきましょうかね。あの味です。もう皆さん知ってるやつね。で、このスープにお野菜とかお肉のエキスもちゃんと溶け出してきてて、こう、飲みたくなっちゃって、この飲んだ時の味もあの味、豆腐なんかあの味じゃないわけないもんね。ちょっと見てみようか。あの味、結構量少ないかもしんない、もうほとんどなくなってる。あの味すぎて、あの全く見せ場がないから。わかりました。ちょっとこの鍋敷きにしてましたスケッチブック、もうペラッとめくって何の絵が描いてあるかをお見せしましょうのコーナーでございます。どこにしようかな。じゃあこのページだ。ででーん、誰が何と言おうとアンパンマン。もう一個見る？ちょっと今のつまんなかったからもう一個見ようか。どこにしようか、どこにしようか、この辺、ここでいいでしょうか。じゃあここ、ここ、ででーん、アンパンマン。ごちそうさまでした。というわけで、今回のこの鍋、本当にスタンダードで安心できる味でしたし、ちゃんと体も温まるので、僕としましてはこれからの時期、お花見って結局寒いじゃん、いつも。だからお花見に OK な場所ならガスコンロとかを持って行って、これを作って食べられたら嬉しいかななんて思っています。だってさ、お花見もちゃんこ鍋も結局関取が欠かせないものですもんね。